こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。豪州の自国建造潜水艦計画に日本も参加していましたが、当時豪州の考えが違い、中国側へ向かっていました。ですが、現在目が覚めたのか、猛烈な西寄り、スタンスをとっています。ですが、2年前のあの時、日本から一つの潜水艦が南シナ海に突如現れるまでは、南シナ海に現れたのは黒潮潜水艦で、政府も異例の発表をまた驚くのが、15年前から南シナ海での海自潜水艦での何らかの任務を行っていたという発表だった。豪州はこの時から少し方向性が変わってきて、日本製潜水艦を導入する方が良かったなどの意見も出てくるようになった。では、現在と当時の豪州自国建造潜水艦計画の話をしていきますね。今から4年前の2016年4月、オーストラリアは海軍の新型アタック級潜水艦計画についてフランスの提案を選びました。ギリギリまで迷ったという話も聞きますが、日本やドイツの提案ではなくフランスを選んだということになります。実は選考するプロセスにおいて、一時ですが日本の優位が伝えられていたことがありました。そう、流型潜水艦を土台にした。日本としては、潜水艦の海外輸出は初めてのことになるので、オーストラリアへの提案に関しては、賛否両論の声が上がっていました。オーストラリアがフランスを選択したことで、日本の潜水艦の海外輸出という線はなくなったはずでした。しかし、2016年の決定以降も、フランス湾のベースとなっている。シェフラン級原子力潜水艦の建造が予定よりも遅れてしまったのです。なおかつ、日本がその間に欧流潜水艦を配備したということから、フランスの契約を切って日本へ逆転受注という可能性があるのでは？という噂も流れました。個人的な意見ですが、今更フランス案を補語にして日本へ発注のやり直しをするかと考えた場合、経費やフランスとの関係を考慮すると、オーストラリア政府がその決断を下す可能性は非常に低いと思われます。とは言っても、何事にも絶対ということはありませんから、可能性ゼロとまでは断言はできません。それにしても、このタイミングで仮に日本案に戻りたいというのであれば、4年前に選考から外した日本案について、2016年次以上に日本を選択するべきだという強固な理由が必要でしょう。でなければ、フランスが納得するわけはありません。2016年の日本の提案では、当時はディーゼル機関と鉛蓄電池とモーター、スターリング機関を搭載する艦という計画だったのですが、今回は最新型のリチウムイオン蓄電池を設置しているという事実が、その可能性を強くしていると考える向きもあるようですね。しかし現在の日本が
最新式のリチウムイオン電池搭載型潜水艦をオーストラリアへ輸出するということは考えづらいのも事実です。逆転受注というのは日本の潜水艦の優位性を信じたい層の希望的観測ではないかとも思われます。オーストラリアの海軍の兵器についてですが、そもそも現在使用しているコリンズ級潜水艦の大半をアメリカの兵器システムの上で運用しています。その意味からアメリカは日本の潜水艦を推薦していたと考えられます。アメリカの後押しがあったのにフランス湾に決定したということは、日本の潜水艦では実現し得ない要素があり、潜水艦の機能がオーストラリアの希望とずれているということだけではなく、政治的サイドからの判断が大きく影響していると考えるのが妥当でしょう。オーストラリアでアタック級新型潜水艦計画が浮上してきたとき、政権の座にあったのはアボット首相でした。彼が重要視していたのは、潜水艦の兵器としての性能面だったそうですが、2015年9月に政権の座を追われてしまいました。アボット氏に代わって首相となったのがターンブル氏でした。彼は、兵器としての潜水艦の機能面よりも悪化しているオーストラリア国内の雇用を重視しなければならない状況らしいと推測されます。要は、新型潜水艦建造にオーストラリア人を関わらせなければならないというわけです。ということは、巨額の費用をかける潜水艦を国外で建造するなど、もってのほかということになります。つまり現地オーストラリアだけで、潜水艦建造を完結させることに、前向きなフランスやドイツの提案をよしとし、日本が提案したものより、大きな比重を置いたための選択になったと考えられているのです。性能は少し下がったとしても、オーストラリアに雇用を生み出す方が大事だと腹をくくったのでしょう。オーストラリア国内で完結する建造については、日本の反応は鈍かったようです。というのは、これまで武器輸出の実績も全然なく、そのため 100% 全てを技術移転するということにも、日本側が慎重すぎる態度を示していたことは容易に想像できます。その点、武器輸出国として今まで数多くの経験を積み重ねてきたフランスやドイツは、採用国が要望する技術移転についても落としどころを知っているので、ある意味賢い、この場合は、ずる賢い、立ち回りもうまくやったと思われます。簡単に言えば、テスト慣れしていたということでしょう。そして、ドイツや日本の提案より、フランスを選んだのは、フランス案の潜水艦が複数の用途に運用可能な潜水艦ということが大きな加点ポイントだったのではないかと推測できます。日本やドイツは通常動力型攻撃型潜水艦のセットを提案しましたが、フランス案は多用途潜水艦でした。この艦なら上陸用の特殊部隊員を輸送することもできますし、対地攻撃用の兵装までも装備できるという複
数の用途に応用できる潜水艦ということだったのです。このように、一隻の潜水艦に多くの目的を強く求める傾向は多くの国に見られます。この傾向がある国は、海軍規模的にも多数の潜水艦を維持することが難しい国、例えばインドなどでも見られている特徴と言われます。量より質ということなのでしょうか？しかし、筆者としては、たった一隻の潜水艦に兵器としての要素を、あれも、これもと持っていくのはどんなものかと心配になってきます。結果的に、どれも、これも中途半端に終わって、潜水艦の運用目的が、ぼやけてしまう、明確化しないのではないかと考えてしまうのですが、いかがでしょうか。さまざまな傾向を考え合わせていくと、オーストラリアが望んでいる多用途潜水艦としての規模や兵装は、韓国が建造中のトサガンチャンホ級潜水艦が最も近いのではないかと推理してしまいます。この島山康正弘級潜水艦ですが、今まで韓国はドイツの潜水艦を自国内で建造してきました。その経験で培った技術移転とノウハウを駆使して建造している潜水艦が島山康正弘です。この艦は攻撃型なのに、重ね武装 VLS 垂直発射システムを搭載ということで有名なのです。と言っても、軍事的にこの島山康正弘級潜水艦が有用かどうかについては多くの疑問の声があると言われています。すべてを含んだオールインワン的な潜水艦が果たして実際の運用に応えられるものかどうかについては、今後の稼働状況が注目されることでしょう。韓国は現在困っていると思われます。というのが、インドネシアへの航空機や潜水艦輸出を防具にされそうな状態に陥っているからです。経済的な局面打開のためにも、オーストラリアの希望があれば、島山康正弘級潜水艦を土台にした比較的安価な潜水艦を提案するかも知れないとも推測されているのです。